皆さんこんばんは。4月2日土曜の夜はあなたにとっていい夜を。皆さん1週間お疲れ様でした。っていうか1週間お休みいただいちゃってて、まあメイン動画、まあね、そのイメージビデオとかさ、まあ U ブログとかいうのにいろいろさ、出してたじゃん。そのオフショットとか何自撮り集みたいな風にね、ちょっと場をつながせていただきました。まあね、そのことに関してはまた後日動画を撮って触れていきたいと思うんですけど、まあとりあえず皆さんすいませんでした。そのメイン動画お休みいただいちゃってね。なんかいつだ、日曜日、先週の日曜日ですかね。もうね、初めてです、ストレスで吐いたの。あ、そうでね、今日1週間お休みいただいたということで、今回のまゆらじなんですけど、まあ、少し早めに切り上げまして、いつもよりちょいと早く切り上げまして、まあね、話す内容が長引いてしまったらちょっと長くなっちゃうんだけど、ちょびっといつもより早めに終わって、でこの後から、はい、皆さんこの後からね、ゲリラライブの方、ちょっとまたお酒とおつまみを買ってきたので、はい、ゲリラライブをしたいと思います。まあ、ちなみにこれね、収録してるのが3月30日なんですよね。3月30日すみません、私がさ、動画のスケジューリングをした時にちょっと設定をミスりまして、山に来たっていうまゆブログをプレミア公開の時間ミスって夕方6時にしちゃったんだよね。いつもサブチャンネルが投稿されてる時間、6時に投稿しちゃってて、でコメント来て、うわやべえ時間ミスったって思って急いで、もう一個ストックのある、もう一個ストックのね動画があったので、そちらの方を同日の21時半の、ね、プレミア公開にして、ちょっと皆さんをね混乱させてしまったかもしれません。誠に申し訳ございませんということで、はい、まあ今週も頑張っていきましょう。皆さん1週間お疲れ様、皆さんが働いてくれたおかげでこの救急なこの世の中をぐるぐる回してくれるおかげでこの社会は成り立ってます。皆さんありがとう。学生の皆さん、新生活を不安に思ってる皆さん、皆さんはね、ひたむきに自分のやりたいことをひたむきに頑張ってください。諦めない心、熱心な心、皆さん本当に偉い。もうたまにはね、私のまゆらじなんか聞いて少し休みながらでもいいです。はいね、え、まあそんなこと言ってもまゆさん土曜日仕事なんですよ。これから夜勤なんですよ。宿題終わってません。テスト勉強しないといけないんです。まあこの時期あんまテストってないかねえ、まあそんな方はね、私のこの声を聞きながら、邪魔じゃなければこの声を聞きながら、はい、作業、お仕事の方をねしていただければなというふうに思っております。あとね、この睡眠用と、あと作業用に使っていただいても全然 OK っていうような感じなのでね、はい、ゆっくりしていってねっていったところで、今回の番組前半のトークテーマ、不思議トーク、まあね、こちらリクエストいただいたんですけど、はい、不思議な体験談を話してくださいということで、金縛りにあっただとか、ストーカーがいたとかいうのなんですけど、ですね、私はね、そもそもその、まあ、死後の世界シリーズっていうね、
あのドラマを作ったのにもかかわらず、私はあまりこう人知を超えた何かっていうのはあまり信じていなくて、なんか昔はねお母さんからなんか不思議なことしてたよとかいうふうには言われたんだけど、あの今見えないものには今見えないものには何とも言えないので、多分それあの私は信じてないんですよ実は、うん、実際にこう金縛りにあったりとかもしたことあるんですけど、あの科学的に証明できます正直言って、はい、ストレスとか体の負担とかで寝てるんだけど頭が起きちゃったよねっていう、うん、寝てるんだけど起きてる状態っていうのが矛盾してるけどっていうのが、まあね、金縛りっていうじゃないですか。でその寝てる間っていうのは夢を見ますよね。でその夢っていうのは結局脳で起こってる、脳で考えてることが夢になるんですよ。その記憶の整理だったりだとかね、うん、なのでその金縛りに遭いました、怖い思いをしましたっていうのは、あの実際あの自分の空想、いや確かに本人はあの金縛りにあったで、その時に声を聞いた、どんどんするような気がしたみたいな風に思うと思いますが、あすいません今唇を切りました、はい、唇切っちゃった今、はい、実際それっていうのは、あのあれ体が動かない、これは金縛りだ、なんだか声がしてきそうだな、なんだか音がしてきそうだなって思うから、あの頭でこう幻覚を見せるっていうかね、うん、すいません全然関係ないけどテレビの CM に二宮くんと中丸くんが共演してる、全然関係ない話しちゃった、全然関係ない話しちゃった、はい、まあねといったことで、私はこう結構まあ、怖いのが苦手なんでそういう風に信じてないっていう風に思ったりだとか、あとよしなんかもう唇がね消えちゃって、うん、まあ否定的ではあるんですよ、はい、まあねそんな中でもやっぱり時にはなんかあこの雰囲気不気味だなっていうね思う時あるんですけど、そういった時はなんかね聞いたことあるのがエッチなことをあの思い描くとエッチなことを思い描くとなんかこう嫌っていくみたいな、そういう怖いものは嫌っていくみたいな風に言うじゃないですか、うん、私って女の子になってからすいませんねマジでエッチになったんですよ何言ってんだろう、何あれ私何言ってんだろういやマジでそう、男の子の時より私、ね、女の子になってそういうことをよく考えるようになっちゃったんですよね、うん、またこんな話するとねえリスナーさんが想像しちゃいましたとかいうふうに言ってくるのかな、誰得だよ私なんかね、想像してもあれでしょそんなに興奮しないでしょねえ、うん、まあということでね、そう私はこうまあね自分が無力だなって思った時は人知を超えた何かにすがりたくなるけど、実際のところは信じてません。でなんか怖いな、この雰囲気怖いなって思った時はエッチなことを想像してます。例えばどんなのかっていうとね、例えばどんなのかな、私って腐女子なんですよ、はい、男性同士のその絡みがねちょっとオフディフディフディフフってなるんですよね。そのまあそういった漫画をねいろいろ持ってはいるんですけど、うん、そんな感じでそういうのをちょっと空想に思ったりもしてますね、はい、恥ずかしい話しちゃった、先週のマイラジじゃん、違う先々週のマユラジじゃん、恥ずかしい話しちゃった、はい、ということで、まあそもそも不思議な体験っていうのは少ないんですけど、あ、でもまだあるかな、その
まあね、今年の、1月、うちのね、祖母が亡くなりまして、やっぱり亡くなった直後はね、なんとなくこうまだなんか近くにいるような感覚、その頭とか首ら辺にぬくもりを感じる、自分のね、自分のぬくもりを感じるような気がしましたね、うん。で、あとなんですけど、なんかこうまだね、生きてた頃の夢を見たんですよね、うん。夢を見て、で、ああなんか夢に見たなって思ったら、その日がまあ四十九日だったりだとか、なんかそういうこともあって、まあ多分ね、どっかで自分の頭の中で記憶的に今日が四十九日っていう風に記憶してたんだと思うんだけど、覚えてるっていう、なんかこう自覚はなかったので、うん、なんかちょっと不思議だなっていう風には思いましたね。はい。で、あとなんですけど、リクエストの中にストーカーがいたっていうね、フォアエグザンポーがありましたので、まあね、そちらをちょっと、私もね、ストーカー被害に遭ったことがあるので、その話をちょこっとして番組前半終わりたいなというふうに思っております。ちょっと咳しますよ、多分カットしました。はい、今咳をしてしまいました。はい、まあ私の私がこうストーカーの被害に遭った話なんですけど、まあその日は鈍行ね、普通列車鈍行で、ホルモン注射をしに行く日でした、うん。まあその頃はね、ストーカー被害に遭ってから、その電車を使うのはやめなっていうことで、最近は親の送迎で車で行ってるんですけど、だいたいその県外にあるので、県をまたぐために5駅で乗り換えて、始発から終点までっていう、すごい長い間をね、電車で行かないといけないんですよ。だいたい2時間ぐらいかな、2時間ぐらいかけて電車で行くんですけど、まあその私の最寄りの駅から乗りました。で、まあ向かい側に人がいるなとか思いながら、向かい側に、まあ人、まあその時は別気にも留めてないんですよ、うん。もう風景とか知ってるから、うん。で、県をね、またいで、で乗り換えをしました。乗り換えをして座りました。で、あれ、なんかにさっきと似たような人が真ん前座ってるなって思って、なんだかちょっと気まずいな、うん。別になんかこう追っかけてきてるっていうわけじゃないと思うんだけど、自意識過剰かよ私とか思いながら、追っかけてきてるわけじゃないと思うけど、なんかこう気まずいじゃん。じゃあちょっと量を変えちゃおうみたいな、電車の量を変えちゃえば、まあ、気まずくならなくて済むくねと思って、電車の量を変えて座ったんですよ。そしたら見覚えのある人が私の真ん前に座りまして、いや、これはなんか、これなんてね、これなんて理由付けたらこんな偶然になるのかなって思ってたのその頃ね、その一方、その頃私はそんなのんきなことをね思ってたんですけど、まあまさか私にストーカーなんてできるわけないよねっていうことで、気にも留めてなかったんです、うん。で終点まで着きました、うん。終点の私のね、ホルモン治療してくれるクリニックさんの最寄り駅に着きました。その人は依然、私ね、始発から終点まで依然そこから動きません。なんなら私の方を見てます、うん。チラッみたいな、チラッチラッみたいな、こうなんか
こうスマホを見ながらチラッみたいなね、はい、いや見てはいるなと思ってあの人私のこと見てはいるなと思いまして、でまあ終点着いたんで降りて、でまあ結構混む駅だったので改札抜けて、あじゃあクリニックまで歩こうと思って歩いて行ったら肩をトントンとされました。誰って思って、まあね群馬県でその友達もね少しいたのでなんかこう知り合いか誰かがなんか呼んだのかなと思って振り返ったら、私の真ん前に座ってたその男性の方がいまして、と思って、と思って、そしたらその男性が、すいませんあのこの駅からあなたと同じこの駅から乗ってあなたが降りるまでついてきちゃいましたみたいな。だからその人には別にどっか行くね、途中下車、あの途中で降りる駅があったんだけど、私が降りるところまでついてきたみたいな、うん、気持ち悪すいませんあなたの乗ったこの駅からあなたが降りるまでついてきちゃいましたみたいなこと言われて、みたいな、なんだこいつキモとか思ってでなんかデートしてくれませんかみたいな、いやこの人完全にやばい人だわとか思ってまあ多分年齢は30代痩せ型男性なんですけど、いやあのすいません本当そういうのは、はい、すいませんって言ってこうちょっとあのこれから行かないといけないところがあってみたいな、ちょっとすいませんねちょっとこれから行くところがあって申し訳ないですっていう風な、いやあのお金あげます、お金あげるから俺とデートしてみたいなこと言われて、で私が一言、お金は大事に使った方がいいですよって言って、ではってですね、ではって言ってさよならみたいなね、はい、で不思議なことは立て続けに起こります。ああなんとか負けたって思ってね、ああなんとかその人からこう逃れられたと思って歩いていったら、今度はね大学生みたいな人、ちょっと若い男性の人が、お姉さん大丈夫ですか、なんかさっき男の人になんか付きまとわれてましたよね、大丈夫ですかみたいなで、あーまあなんか変な人でね、はいまあとりあえず大丈夫でした、あの断ってね、あのまあとりあえず一件落着といったところで、で行こうとしたら、あのすいません話聞きますよ、お前もかよお前もかよみたいなお前もかよみたいなね、ね弱みにつけ込んでみたいな、そんな感じかな。まあ私はね病院に行く予定もあるし、その後のね帰りの電車に乗れないともう大変なことになっちゃうから、もうその人に構ってる余裕なんてないということで、でまあ、わかりました、じゃあそのために連絡先交換しときますかって言って、あの QRL だけ見てその連絡先実は交換してなくてみたいなうん、いやその人にもね言ったんだよ、あこいつめんどくせえから私が男っていうことを言おうと思って、あのすいません私男ですけど、あの私実はこう見えて男の子なんですけどって言ったら、逆にいいみたいな、逆に興味惹かれるみたいな、うマジかよみたいなあーみたいなね、うん、逆に興味惹かれるみたいな、ちょっと逆張りですかみたいな、ちょっと間違えましたね、はい、まあねその後病院に行って
て、で、まあ、こういうことがあったんですっていうふうに言って、じゃあちょっと病院で避難してなさいと、ね、ちょっと時間経ってから行きなっていうことで、はい、注射終わってもまだちょっと居座らせていただいて、でその電車の時間に合わせてその病院を出たっていうような感じですね。はい、まあ、これが私のストーカー被害のお話でした。はい、それでは前半はこの辺で終わります。アイキャッチャー挟みます。土曜の夜はあなたにとっていい夜を。はい、4月2日土曜の夜はあなたにとっていい夜を、番組後半となります。番組後半は皆さんからいただいたコメントの方に返信していきますよ。なんかね、今週はちょっと返信できなくてごめんなさいね。ちょっと体調が悪くてね。はい、ちょっと皆さんからせっかくねコメントいただいてるのになかなか返せなくてすいません。その画面見るとダメになっちゃってね。はい、では行きます。先週のマユラジからです。ファンネーム伊藤様からです。今日のマユラジも良かったです。方言トークできたらまたやってほしいです。それではまた、おやすみなさい。なかなかね、その方言もね枯渇しちゃうんだよね、ネタとして。まあ、ちょっと頑張ってみます。はい、ファンネームみっちーさんからです。方言トーク面白かった、あっという間に終わっちゃったって感じです。まゆちゃんの方言聞くとほっこりしますね。この方言の方っていう字間違えてますけど、はい。ありがとうございます。ね、早く終わっちゃうということは、まあ、充実した楽しい時間は早く終わるっていうふうに言うからね。ありがとうございます。続きましてファンネームガオラーさんからです。まゆさんの考え方もすごくわかるし参考になる。だけど男の子がリボンでもセーラー服でも言う人は言うんだよね、絶対に。それが原因でいじめになったりしそうな気もする。結局のところ FTM さん向けなんだよね、今の多様性って。自分で思う多様性は男の子が半ズボン選べるくらいなのかなって思う。なるほどね。私はね結構スカートとパンツにやっぱりこだわりを持つんじゃないかな。別にさ、上をこうネクタイリボン学ランセーラーに変えた男の子がいても言う人言うかな。別に上を変えたってなんとも思わない気がするけど、FTM 向け、 FTM さん向けなんだよね今の多様性って言ってますけども、いや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 、私たちもよくしてもらってると思いますよ、この世の中には。FTM さんも大変な思いしてるからね、そういう風にねちょっと一方的に思うのはどうかなっていう風に思います。はい、続いてファンネーム伊藤さんからです。毎日の表情筋トレーニングがまゆさんをより可愛くするんですね。ところで今体調不良なんですか？無理しないで休むときは休んでほしいです。またまゆさんの笑顔が見れたら嬉しいです。今日の動画ありがとう、おやすみなさい。ありがとうございます。はいね、多分ねこのコメントを書いてる間は私は多分トイレでぶっ倒れてましたね。違うか、もっと前か、まあこの日私はお風呂で、てかまあお風呂上がりにいきなり嘔吐して裸でトイレに、ね、ぶっ倒れて、お母さんにね下着持ってきてもらって履かせて着せてもらってみたいな、そんな感じでした。めちゃめちゃ大変でした。はい、ファンネームゾウさんからです。あんたさ肌めっちゃ綺麗やね、女の子でもボロボロの子いるんだけどさ、であんたさお顔が幼児みたいでさ、ベイビーフェイスってやつ。動画アップご苦労様です。目がね悲しげつうか情緒不安定系、まあそれも一つの個性ってことで。ありがとうございます。私ベイビーフェイスかな、結構大人っぽい顔してると思うんだけど、どう、いきますよ。はい、ベイビーフェイスですかこれ。皆さん今画面見てくださいね、これベイビーフェイスですか。
で、まあ、このねコメントにちょっとふんころさんっていう方がね、あのふんころさんっていう方がねちょっとあのコメントを返されてまして、あんたさって言いながら、あんたさって言い方やめろよ、なんだお前、まゆちゃんに向かってあんたっていう表現は気に入らないんだよ、どういう意味なんだよ、ありがとう、なんか私のこと守ってくれてるふんころさん、ありがとう。でも別ゾウさんもね、あの悪気はなくね言ったと思うんだ、あんたさってあのね気心知れたような呼び方で呼んでね、呼んでみたかったんだと思うんだ、だからね、あの許してあげて、私は全然嫌じゃないから。でもゾウさんはね無理してね、あの無理してね若者言葉使いたがりのおじさんおばさんみたいな、そんな感じがする。つーか情緒不安定系みたいな、こういうところなんか覚えたてのみたいなすいません、私の勝手な憶測です、すいません。ファンネーム大山周平さんです。いつ見ても可愛いな、ありがとうございます。いつ見ても可愛いっすか、寝起きはブスですよ。はい、ファンネームみっちーさんからです。努力したからこそのそのほっぺ、まゆちゃんのほっぺたぷにうってしたいな、猫にゃんにゃんポーズが可愛いぞ、最近コメントが変態かも、自分が怖い、体調大丈夫かな、 TikTok で吐きそうにしたから心配です。大丈夫ですよ、もう大丈夫ねえ、まあね努力はしましたよ。そのぷにゅってしたい、私のさ挨拶ぷにゅってやついいよねはい、ファンネーム伊藤に、あ、そうね、ファンネーム伊藤兄ちゃんからです。まゆちゃん可愛いです、ありがとうございます。はい、ファンネーム小谷さんからです。水分スポーツ飲料がいいみたいです、食べ物がうどんがいいらしいです、ゆっくりぼちぼちで休んでくださいね。自分のなんか日本語おかしいですね。うん、そんなことない大丈夫よ、うん、ゆっくりぼちぼちで頑張ります。はい、はい、続いてファンネーム伊藤さんからです。やっぱりまやさん可愛いです、私はまやさんの目が好きなんです、イメージビデオありがとう、おやすみなさい。目か、うん、目ね、まあ努力して二重にした目ですからね。はい、続いて最後です。ファンネームテレサさんからです。こんな彼女がいたら嬉しくてやばい、マジ私彼女にしたらマジ大変だよ、なぜならってメンヘラだからはい、といったところで今週も皆さんありがとうございましたね、ご心配おかけしまして大変申し訳ございませんでした。約まあ20分近くね、よく皆さん集中して作業されてた方、仕事されてたから仕事されてた方お疲れ様、ちょっと休憩しましょう。はい、まだ寝かせませんよ、あのこの後ゲリラライブがあるので、はい、といったところでね、はい、またね、まあこのマユラジ終わった後ちょっとゲリラライブするので、そちらの方がね終わったら皆さんまたこのマユラジを振り返ってね、振り返ってゆっくり休んで、また来週から社会の方をブン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 回して、ね、いただきたいなっていうふうに思います。はい、それでは4月2日土曜の夜はあなたにとっていい夜を、この辺で終わります。皆さんライブ会場に移動です、ちょっとまたねあの準備に時間がかかるかもしれませんが、はい、じゃあ皆さんちょっとねライブ始まるまでゆっくりお過ごしください。まあ、これね、あのこれからねお休みになる方はおやすみなさい、いい夜を。